こんにちは、センポさん。ご質問ありがとうございます。とってもね、いい質問がいただきましたね。あの、戻り売りっていうのはどこまで戻るのかわからないんですよね。でも上昇は続けるわけじゃないですか。その上昇がずっと上昇して突き抜けていくっていう可能性が薄いと見るから、含み益を承知でセルでエントリーするわけなんですよね。で、この根拠ってのはどこにあるかっていうと、そこまでの動きで、 まあフラクタル図形っていうのがありましたけども同じ形をしばらくは繰り返すよってやつなんですよこのしばらくっていうのがいつまで続くかこれは分からないんですよ分からないからリスクを承知で飛び込む精神力が必要なのとリスクを受け取るだけのそのお金が必要なんですよねこの両方が整ってなければできないのとあとは戻り売りっていう技術も頭に入ってないといけないんですよだから3点セットなんですよねテクニカルの技術これ今回戻り売りですけどもこれが1つ 2つ目は資金がちゃんとあってそこにリスクがかぶれますかっていうことと3つ目はもしかしたら含み損がどん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 膨らんでいってロスカットになるかもしれないし今回のエントリーが本当にね無駄打ちになるかもしれないこれを支える精神力それは今まで何回も繰り返してきたからこれは戻り売りだなってところなんですよではっきり言ってどこまで戻り売りの戻りがね上昇がどこまで続くかこれは私も分かりません分からないけどもでもその上昇のどこかでセルを 損を承知してね、セルにエントリーしなければ、ここは根っこから取ることができないんですよ。だからこれは、資金と技術と精神力、三つが整わないと、根っこから取ることができないから、中級者、上級者の、これはエントリーなんですよ。ですんで、初心者の方ってのは私よく言いますけども、戻り売りのね、戻り売りの、えっ、ー、とね、ホワイトボードがありますね。<laughs> はい。ここにありますんで、説明しますね。戻り売りっていうのは、 えーと落ちてきたのが戻っていく見えますかね落ちていくのが戻っていくところでしょで一番リスクのない形っていうのはこういうふうに戻りが始まってこのネックラインを超えた時ですよねここでエントリーするのが一番リスクがないですその代わり儲けも少ないでしょだから初心者向けがここなんですよ抜けたのを確認してでも戻るかどうか分からないこの根っこで入るもしくはこういうふうにもっといくかもしれないですよ こんなところで入れるのは、やっぱり、この経験を重ねた、そして精神力もあって、資金もある上級者しかできないんですよ。根っこから取るので、中級者の方っていうのは、戻りよりの、戻りが始まってから、あ戻ったな、よしって確認して取ればいいわけなんですよ。ですから、中級者の方、レベルに応じて、取れるリスクと、それから受け取るリターンが決まってくるってことなんですよね。これをいつもお話ししております。最初の質問の回答はこうなんですよ。明確にどっかにサインがあるから、今すぐ入れって言えることはないです、これは。 もういくつかその含み損が膨らむことを覚悟していくんですよでたまたま私がエントリーした直後に降りるっていうのは本当これはたまたまですこれはだからこれは分かっていましたってことは私はないですそういうのはねたまにそういうこと言うトレーダーさん許しゃのかもしれませんけどもそんなバカなと思いますよそれは分かんないだろうと思いますただうん私がなんとなく思えるのがものすごく大きな資金を運用してる人はもしかしたらその人自身の動きで この戻り売りの戻りを作っていけるのかもしれませんねでもそれにしてもそういう風うな同じ考えの巨額を動かしているヘッジファンドがたまたま何社かが一体になって同じポイントでセルをかけるからそれがきっかけになって戻り売りの根っこっていうのができると思います私は根っことかはわかりませんけどもでもリスクを承知で戻り売りの途中でセルに入るんですよね、まあ、そうなるとたたままたまたま,たまたその瞬間に セルの動きが始まることがあるんでここの幅が取れるんでで、すよねでここの幅が取れたらあとは一旦決済して一旦決済してですよこっから先っていうのはここまでの投入ロットの半分で追撃するんでさらに利益を伸ばすかでこれがもしダメになってもここの利益の大半が残るから利益を残り続けるということなんですよねですんで私がねリスクの取れる方はここでエントリーしてくださいっていう時はもう上級者向けとかまあ少なくとも中級者向けになってきますんで ま,あまだまだねそんな価値がコンスタントじゃないよって方はそこでエントリーしない方がいいと思います。あくまでも抜けたのを確認してエントリーっていうところが一番リスクがなくてで、しかもここからねあの今回千坊さんがご質問いただきましたけどもここからリスクの取れ方エントリーしてくださいよっていうのはあっそのうちそこ,もそこから取れるようになるんだなっていう一つのね希望になると思いますんでなんとなく 頭の隅に入れておいていただければと思います。まあでも今回のご質問はね本当に素晴らしかったです。この質問が来るってことはあの私も感動ですよ。うん、でこういうふうな答えをねすることを待ってましたんで本当にありがとうございます。お疲れ様です。まずは1個目の質問に答えだと思います。あとね他の質問もあると思いますのでメールをもうちょっと読みながら回答動画を作らせていただきます。どうもありがとうございました。